新年一発目ということだったんですけども、お話し会ありがとう。ありがちょんまげでした。ひとりごとさんお疲れありがとう。スキッピーはアリサゴか。いやスキッピーはね、スキッピーは、JK 語なんじゃね。アリサは作っとらん。てっちゃんかわいい。パンドラさん、ヤスベイさん、ギフトありがとうございます。声がおかしくないよ急に。よし、こんばんは。お話し会ありがとう。こちらこそありがとうございました。西川美笠さん、ヤスベイさん、スランプくん、母さん、ギフトありがとう。メリーまさかのメリークリー。でもね、全然もうね、何、時間の感覚がなくなってね、朝10時からやっとったら、おはようございます、明けましておめでとうって言うじゃないですか。そしたらもう2時ぐらいの、もう全然朝じゃなくなって、もうおはようございますって言ってしまうね。そう、もう全然、もう12時とかだったらまあ別にこんにちはかもうよくわからん、おはようでも別にいけるかもしれないけど、2時とか3時とかだったらもうやばいやん、おはようございますでも言ってしまうよね、なんか癖で。おはようございます。母さん、西亀笠さんありがとう。50カウント完了ありがとうございます。イーサン全身写真ほんまに、インスタにもうめっちゃ久しぶりの投稿になったんですけども、載せましたんで見てね。そう、やっぱお話し会とかがないとね、ちょっと全身とか服取らんからさそう、どんなんあげたらいいんやろな、インスタとか。なんかインスタやからなんかね、自撮りじゃなくて普通にね、人に撮ってもらったやつがいいなって思うんですけど。そう、でもね、ママとか写真が下手だから撮るのがだからね、そうみんなが撮ってくれるようなお話し会とかにね、撮るのがね、まあ一番いい。スランプくん、母さん、西亀笠さん、ギフトありがとう。空想お話し会ありがとうございました。空想お話し会、私はレオくんの姿を見ていない今日は見ていないぞ。あおん、50カウント完了ありがとう。ありがとうございます。ありてあー、ノーヤくん、こちらこそありがとう。メタンコ久しぶりの生存確認できてよかったです。また話そうね、絶対に。また話そう。仕事では夜でもおはようございますって言うけどね、確かに。おはようございます。会いたくなった、嬉しい。有望さん、会えるといいな。広報大使と牛のツイッター見たよ牛のツイッター今日載せた。アリサのあったかい声欲しい私あったかかった声、嬉しいわ、嬉しい。ぜひぜひ、もうまた明日からね、お話し会申し込み始まるので、6枚目が。5枚目の再販とかはないんかなね。そう、5枚目再販ないんかなって言ってる方も多いですよね。確かに5枚目再販は分からんけど、明日から6枚目も始まるのでね、また B 期間ぜひ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 。オンラインやっぱりめっちゃ緊張するわ嘘やん、めっちゃ楽しかったで。わたぴは全然ね、いっぱいおしゃべりできて楽しかったです。こんばんは、こんばんは。お話し会楽しかったぴょん。
でもマシューがいなかったからな今日は。マシューが いたらな。こんばんは。空想話し会なんだと。空想、空想で、空想で満足できねえや。こんばんは。一人で課題終わんねえ格闘してた。なるほど、大変やったな。それ終わった、終わったんか。終わってないか絶対。終わってないか。あいたアリス、なんで広島来ない。私はずっと広島だよ。ずっと広島だよ。ミー期間は明日からです。イエイ、明日からだよ。5枚目ね、再販なかったらどうなるんやろか。3月、2月までやった、3月まであったかいで、で3月とかね、もしね、みんな先のことすぎて撮ってなかったりとかしたら、いいいいって絶対あれさ、今日3人みたいななってしまう。こんばんは。パンパカパンとかパカパンパン、チュルチュルチュルチュチュチュン、パパパパン。ひろたんたん、花束ありがとうございます。ごめんね、ありさの今日一番多く買いました。嬉しい。あそこデラックスくんねぽよ。6枚目もいっぱい話そうな、その調子で。どの調子や。6枚目でも話そうね。来てくれるよな。ゆうきくん、ハートありがとう。あ、マッピーのピーさんや、お話しありがとう。楽しかった。めっちゃ久しぶりでしたよね。久しぶりに話せてよかったです。また来てね。またみんな来てね。一番リアルであるっていう、まあね、そうだよね、そうだが、早く会える日は来るのでしょうか。生女子に対してやめて、おもろすぎ。答えてくれた生女子は。ふうさん、ハートありがとう。今月は2回あり、おお、ありがとう。フォース全日程取ってフィフズか、あ、フィフズ、フィフズや、5枚目全日程取ってる、やばー。ゆうぼうさんありがとう、嬉しい。毎回見れるんだね、ゆうぼうさんと。くちゃんで第2弾アリサ購入、おお、ありがとう、嬉しいね。えほのたんとこにのんちゃんおるらしいね。え、見た、さっき見たよ。そう、見ました、見ました。声だけ出演してたのんちゃん。やっほー、みんなシックスシックス、シックス、シックス、シックスじゃなくてシックスらしいね。そうなん、シックス。リアルで話したら2019年夏か。普通に顔出し。そうなん、やば、それは見たかったな。マジンガー Z。クラスで一番ラッシュじゃない。絶対それさ、のんちゃんが一番取れるってことは。ほんまにね、頭いい子おるん。そうなんか。のんちゃん一番って。絶対アイさん同じ学校に通ったら私が一番や。私が一番取れる、取れるぐらいのあれなんじゃね。
嘘よ。ふうさん可愛い、ありがとうございます。うん、パン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 、こんばんは、こんばんは。こんばんは、ワンワン。トゥクトゥルトゥクトゥルトゥクトゥルトゥルトゥルルルルチャチャチャラララン。こんばんは。でもいいね、 JK ライフ、 JK ライフは楽しんだ方がいいじゃよ。うん、トゥルル、え、もう終わった。え、コノタンどこ、コノタン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 、あっほんまや。あ、そう、一応 JK で、そうなんですよ、私も一応 JK、こんばんは、こんばんは。今日のリップはバラ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 です。ナーズのやつとジル・スチュアートの赤ブラウンみたいな色ですね。とこれはスースーするロム&のグロス、バラバラですバラバラ使い、見た目も形も全然違うやつ使ってます。で、これ、これとかロム&、あ、でもちょっと違うね、ロム&同盟で使ってることもありますに間に合わなかったよ、パオン。16日よろしくお願いします。明日、明日あって、またあれだったっけ、土日にあるんかいね、土日、明日あって、武道館ライブの次の日とその次の日にあるんか。次よろしくお願いいたします。うん、お庭では大丈夫だ。え、うん、もう仲直りしたと思う、多分多分。でもまあ話してはないけど話してはないですけど、まあでも、うん、はい、仲直りっていうことになったと思う。なんかね、そう、これを明日までに覚えてっていうのが、言うの言われたんですよね。そう、夜にダンスの動画を送られてきて、これを明日までに覚えてって言われて、そう、明日の朝10時からだったんですけど、レッスンが、そう、それまでになったけど、ちゃんと覚えて、そう、覚えて、まあまあ、それほそこそこな感じでね、踊り切ったんですよね。だからまあ許してくれたんじゃないかと思います。それが多分全然覚えずに行ってできんかったら、もうずっと仲悪かったとちゃんとできたから、まあすごいすごいじゃんみたいな感じになって、多分許してもろたんではないでしょうか。よ、武道館ライブの次の日は東京から、分からん、そうなんかな、そうなんですかね。でも確かに武道館ライブの日は絶対その日には帰れんよね。だから次の日朝早かったらね、ワンチャンそうかもしれん。褒めてはくれんかった褒めてはくれんかった、さすがですぐらいさすがぐらいしか言われんかった、悲しい。
明日もある。そう、明日もあの夕方、明日平、普通に平日なんですけど、まあ平日わかるか普通にもうあの3連休終わった、普通に明日は平日なんですけど、夕方にそうやります。じゃじゃん、敬語悲しい。それな、まあ確かに距離感って感じ、距離感取り戻そうもうね、何、初めて出会った頃の頃のような私に戻ろうか、戻ろうと思います初めて出会った時とかはマジで全く喋ってなかったんですよ最初はマネージャーじゃなくてヘアメイクさんでそうおったんですけど、そうなんかみんな何だったの忘れたんだけどね、初期の頃はそうみんながそこのマネネのとこに行っとった気がするんよ。そうだからそうみんながそこに入ってからめっちゃわやわや喋ってたイメージやったからね。そう、そんな喋れんなと思っていやあの人とはよう何を喋っとんかなみんなと思ってね。そうコミュ障すぎた私は、そうそんな喋れんからそこはいいかみたいな感じで、そう全然ね入ったことなかったね、あんまり。そうだからマジで喋ったことなかったね。大好き、嬉しい、ちーちゃんありがとうございますちーたん、そうだからその時は全く喋ったことはなかったんですけど、マネージャーになってから担当が私になってから、そうまあ喋るようになったけど3年半かかったね。3年半、普通に喋れるようになったなるまでに3年半かかりましたねめっちゃおもろい、うん、思い出年表にしようすっかすかよ多分。最初の 1,2,3 年何もないからすっかすかやんな。ちょくちょるちょるちーちゃんとちーたん、アリサはちーたんが好きよちーたん、だとそう、それさお話し会でね今日書いてくださった方がいてそう習字がめっちゃうまいね方ね、ね、打倒ハウコーキーって書いて後ろに飾ってからね、背景に飾ってからお話し会してくださった方がいてね、笑った面白かった。ナミさんハートありがとう。なおやくんかわいい、ありがとう。まあねーまあねーねー、めるる、そうですよ、めるるさんが言っとるんよ、まねねって。そう、それをポップティーン TV で見てね、こうこちゃんがそうやって呼んでみたらってなって言ってね、言ったのがきっかけですよ。そうそれでそう普通に鬼マネって名前つけて、まあ普通に呼ぶときは名前で呼ぶんですけどそう普通に呼ぶときは名前で呼ぶんですけど、そうなんか突然マネネって呼んだら、なんそれか
可愛いねってなってからそうな鬼の真似に。なおやくん可愛い、ありがとう。ミリターズミリターズ撮った。ポジカリンとも撮りたかったんけど、今日ポジカリン、ポジカリンと撮れませんでした。ナミさんハートありがとう。コーラばかり飲んで、そうなん。コーラー、コーラー、綺麗なお顔だったよ。メルルさんメルルさんね、可愛いですよね。でもコウゴちゃんはなんかすごいね、あの全然おらんところで褒めよるよ。すごい全然ね、マネネが前におらんところで、いや悔しいけどね美人よねとか言ってくる。超ツンデレ、そう超ツンデレ、おもろい。そう全然目の前におらんところで、おるときには全然言わない、おらんところで、そうアリサに、いや悔しいけどね、まあ、美人だよね。言えやーって感じ。ポジカリン、ポジカリンはさやかりんだよ。いや習字で書いてたポジカリン可愛かった。黒服に合ってる、うれぴー。今日はそう、これ黒、黒いね服でね、これもね透けてるんですよ。そう透けてるかな、この中にね、この黒いやつはセルフで着たんですけど、私がセルフ、本当はこの黒いやつついてないから、もうね季節外れの女やった。こんな寒いのに、こんなさっぽいのに季節外れの女になるところだったんですけど、ちゃんとこの黒いの中に仕込んだので、まあまあまあいいんじゃないでしょう。かわいいでしょこれ、じゃん、シースルーなんですよ。そうこの襟とかこの肩とかこの袖とかがかわいいんですけど、でも今日の主役はこの、めっちゃ飛んでるじゃん、今日の主役はこの牛柄の。これはスピンズだとゲットしたんですけど、じゃーん、牛柄のこのもっこもこの上着です。かわいいでしょ、これが主役です。お母さんハートありがとう。涙の表面じゃ、愛とは表面張力、キリさよならが言えないよ。牛のメンバー多くなかったよ、おきちゃんと私だけでした。みこさんが多かったね、みこさん、みこさんで、あおいちゃんがスーツ着てた、かっこよかったよ、イケメンそういたんでした。そうおきちゃんとね、すごいおきちゃんとやろうとしてることがね一緒すぎて嬉しい。そうハロウィンの時もだってさ、ハロウィンの時ですよ、ハロウィンって難しくない、何着ようか。でハロウィンの時もあのチホンヌと3人でキョンシーで揃ったんですよ、オキポアリサチホンヌでキョンシーで揃って、でクリスマスの時もみんなサンタさんになると思うんですけど、そうトナカイ着てて揃って、で今日もそう新年一発目だからね、なんか着物とかなんか巫女さんとか袴みたいなやつとかが着たいところなんですけど、そう牛、相手の牛を選んだらおきちゃんも牛で着てて、そうか、そうしそう考える、そう考えることが同じやから、おきぽのうになった、なったと思います。おきぽのうです、私は。おきちゃんと思考回路が一緒、
嬉しいわコンプライアンスは守っておきぽのを活用したいと思います。こんばんは、そいちろうさん、だるまありがとう。だるまゆくゆくはいらっしゃるなるほど、ちょっと学んでおかなければおきぽパイセンに、それは直々に教えてもらわなければはいちびてるあ、牛切る、牛切るかって合わせてくれたんかな、うん、こんばんは、お疲れ様です、お疲れ様です。お風呂配信いいね、ラッシュ、ラッシュ風呂、ラッシュ風呂に入りますかラッシュ風呂、ポキオ、ポキオも牛だった、牛さん、牛さん、牛さん、そう、でもポキオはもう全身牛やった、牛の着ぐるみちゃん着てたから、そんなおしゃれな牛もあるんですねおもろい、そう、全身もう、あの全身トナカイだったみたいに全身牛だったのでね、そう、こんなおしゃれな牛もあるんですね言われましたよ、面白い、牛し、し、スキピーナッツ、いいいい、ドライブでたくさんバーストどういうことどういうこと、何があったんやそれは詳しく聞きたいポキオ、アリオ、アリオくん、アリオくんです。ドライブの画面、あ、そういうことね、あれはね、ひどいよ、あれはね、映してよかったもんアリサはちゃんと知ってたよ、ドライブを、そう、配信でね、やってファンの方と一緒に強くなってくださいっていうね、あれだったんですよ。だからマジでアイスはゲームが分からんから配信で教わるしかないと思ってね、そう、でも口では限界があるやん、え、右上のボタンをみたいな口でも限界あるから映したらね、バンされたドライブバン、うん、スキピーちゃんとお話ししてこなきゃ、アリサ、もときちゃんより先にスキピーちゃんに今日会ったぞ、いいだろう、いいだろう、アリンコヤッホー、ウキキギキウキ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 ウキウキキフルハイチでバーサイドドライ全然さ、ヤバさが違うよお風呂配信はヤバすぎや、ドライブ配信でバーサイドはまあ可愛いもんやヤバさが違う、うん、交換所の場所は口で説明でしょ、口では限界があるからもう画面を見せたらそうもうね、ありえたバババーバーン、でもバーンってあれってね、なんかそう、バーンって言うじゃん、だからさ、もうバーンってなるかと思うじゃん、ああもう画面がさ、バーンってなると思うじゃん、みんな、でもね、あれね、全然バーンじゃないんですよ、そう、全然ね、あ全然バーンじゃなくてね、もうなんかシュンって感じなんですよ、シュンってでバンっていう名前がね、あのちょっと変えた方がいいと思うよね、あれさ、思うにバーンってなってさ、なんか本当にさ、すごい画面がもうバーンってなってプチってこうブーンってこう消えるような感じで思うじゃん、でも全然もうえみたいな、いつそんなことなったんって気づかんぐらいね、もうね、
そう、ナチュラルに消えるからね。そう、ブツーとかでもない、もうパーンとかでもなくてもヒュンぐらい、ポッぐらいそう、なんかそんなね、すごいことじゃないですよ。バーンポッシュンぐらいしかね、存在感がないんですよ。だから切れたんか切れてないんかも分からんのよ。だから普通のね、バーンされてもされてなくてもね、普通の配信やからね、俺なんかコメントが流れんくなったなーぐらいであ、コメント流れんなーと思って、ここの視聴のところ見たら、なんかあれ0人だってあれって感じぐらいでね、全然いつもと変わりないんですよ。だからバーンじゃなくて、なんかスンぐらいの方が分かりやすいスンされたふうさん、サイモンさん、小づち、小づち、ありがとうございます。ポッポッくらい、ポッ。バーンは英語で、英語の禁止って、そういうこと。バーン、いや全然バーンじゃないもん。ポッポワンぐらいみちんパパ、スキッピー、ありがとう。スンスンされたそう、全然バーンほど派手じゃないもん。バンバンバン。スン、いや太陽確かにサン、太陽みたい。サンサン太陽。ダラララララララタタタタラタラ。みちんパパ初見です。嘘だ絶対。え、ほんと絶対嘘でしょS48のみなしありさです。よかったらルームフォローしてね、みちんパパ、ありがとうございますよかったらルームフォローしてください。何配信しても許されます、ありさほんと。じゃあ何してほしいですか。ふうさんハートありがとう。握手会は行ったけど、あ、そういうこと、ショールーム初回ね。嘘、そんなことある、そんなことあるっけよかったらフォローしといてね、みちんパパ、ありがとう。アリンコメールよかったらアリンコメールも読んでね。タトウハコーヒー、セクシーで攻めている、セクシーでね、確かに。でもね、アリサはね、セクシーっていうかね、まあ、セクシー風味な服が好きなんですよ。わかりますか、この服とかも。そう、今日はさすがにね、季節外れすぎて寒いから、下にこの黒いね、ものやつを着たんですけど、そこ本当はこの服だけだったら、もうここがスケスケなんですよそう、手のところが透けてるんです。ここは透けてないけどね、この服のとこは透けてないですけど、手のとこがね、こっから全部透けてるよね。そういうデザインのね、服とか、あとここ開いとったり、そうデニムとかもね、破けとるのが好きなんで、膝とか太もものとことかがこう破けて切り込みがあって、チラ見せできるのが好きなんで、デザインが好きなんですよ。だからそう、セクシーというか、まあね、そう、ちょっとね、色気のあるね、お姉さんが着たら多分セクシーな感じの服が好きなんですけど、でアリサが着たら全然セクシーにならんから、ちょっと悩んでる、悩みやねそう、ファースト JK1 年生の悩みです。相馬さん、小槌ありがとうございます。小槌、大人になった、本当嬉しい。セクシー
てる服多めでお願いします。かしこまりました。普通のなデザインが好きじゃないんですよね。なんかここがニットとかでもここが切れとったり、ここの部分に穴が開いとったりするのが好き。なんちゃって露出よね。寒いんか暑いんかってよく言われるやつ、わかりますか？そう、寒いけニット着とるんやけど、ここが開いとるけ、そう素肌見えるみたいなデザインが好きです。これね、後ろのポスターお姉さん目指すいいねいいね。これ髪型がすごい可愛い。めっちゃ高めのところからポニーテールして、なんかこう玉ねぎ結びみたいな感じ、こうここでいっぱいちっちゃいゴムで留めてみたいな。じゃん、セクシー。なんでね、今日は会いましたよ、会いました。うん、けどそんな喋ってないわそんなでもないな。あ、全然喋ってないわでももう結婚してないと思う。許してくれたんじゃないかいね。最近やっとこそ20にハマったです。あ、だから最近いや遅くねいや、アリサも相当遅かったけど、20にハマったのは。そう、みんなが20がなんかすごいらしいよって言ってたけど、その頃は全然知らなかったけど、そう、自粛期間中に全部見てからまあ知ったけど最近はちょっと遅いねでもまあ最高すぎるような、わかるで。誰推しなんや、20にまだハマってない。あれ、いや、 STU にハマってるってことはもう時代の最先端いってるさすがです、さすがだよ。20を知らずに STU を知ってるってもう最先端すぎる。そう、今は20なんですけど、多分 2,3 年後は STU ですね来年、今年2021年はね STU の年なので、すごいですよ、最先端。お話し会いっぱい行くよ、ありがとう。ソルハのお父さんち出たあー、トップイエルネオさんありがとうございます、嬉しい。クリちゃん梅の花、いやな、いな、ありがとうございます。涙の表面張力で水が来てるし、あれさ、え、あれさね、かっこいいよね。確かにかっこいいけど、あの帽子の形が似合うかどうかと、アリサの顔にあの帽子の形が似合うかどうかと、あの丈が絶対長すぎて、多分踊りよったら踏んでしまいそう、あの丈そう、足が短いから道よりもすごい短くしてもらわんとあれは履けなさそうやね。でもかっこいいですよね、道のズボンバージョン。ミヒちゃんやけ、ミヒちゃん、そうだよ20はマヤちゃん推しか、なるほどね、マヤオンに。確かに優しさで溢れてるよねゆきりんさん、ゆきりんさん配信するんですか、涙サプライズ、いいね。初見です、シュートさんありがとうございます。 ST48 の広島県出身、ありちゃうこと三好ありさです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローお願いいたします。シュートさんありがとう。誰推しか、ありちゃん推しや、永遠に、さすが、さすがやさすがやね。みひちゃん、エマちゃん、エマちゃん
エマダフィア、エマ、エマーってあれやん、約束のネバーランドやないか。エマよね、約束のネバーランドの主人公やないか。リマちゃんな、二重は、二重はリマちゃんです。え、福ちゃん。そうなん、福ちゃん、恋のアンテナは役ネバの、え、それさ、どうやったら見えるんですか、役ネバのアニメ2期続きが見たいんですよ、私も。どうやったら見れるか知ってる？うん、私はフール民だから、フールでもやってくれないか。何で配信してるんですか、役ネバ続き。うん、今ちゃんだと思う。面白すぎる。みんなね、そうね、歌も踊りも上手で、そう、友情がすごくないですか、グループのね、友情というか、を助け合い感がすごい。Hulu役ネバあったけど、続きはまだ配信されてないんですよ。2期アニメ2期多分、最近見てないけあれなんですけど、 Hulu で役ネバ配信されとるけど、続きはなくない？もう見れるん？約束のネバーラン、私が見たところまでしかないもん。 Amazon プライムか。あとはテレビ新広島、テレビ新広島で見れるんですか、普通のテレビ、地上波、え、なんだと。アマゾンプライムだったら空はんちに見に行こう。空はんちに見に行こう。 TSS 木曜深夜、木曜深夜に配信してるんですか、え、マジ、テレビで地上波でやってんの、マジ、そんなの知らなかったよ。今どこまでやったんやろ、今どこまでやったんや。こんばんは。絶対もう今から見ようとしたら絶対続きからになるよね、最初から見れないことになっちゃう。ピエーン、ピンピン、全アイドルの中でありさ、おし、嬉しい、嬉しいよ、見ていてくれた、ブログ読んでくれた、コメントくれた。なんか最近、今日マリナとね話しよったらね、めっちゃ懐かしいマリッカさん、乃木坂のマリッカさんが出してる歌、ソロ曲をなんか思い出してから、そう、めっちゃなんか昔聴きよったよなーってなって、そう、今日聴いてた。懐かしい。声援くれたマリッカコール、緑と紫のサイリウム。感動する歌。一歩一歩一歩、未来はたった一歩先、ありがとうありがとう。まだ1話だよ、本当？本当に言ってます？今週シーズン2の2話、え、そうなん？じゃあちょっと録画しよっかな。マリッカ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 、そう、そっちのバージョンも可愛いんですけど、もう卒業のところ時にできたソングあるじゃないですか、
始まりかっていうやつ、あれが泣けるよね。そう、乃木坂のオーディション、まさかの合格、ハッピーはつかの間、選抜発表で名前は呼ばれなかったっていう感じで始まるんですよ。めっちゃ感動する。うん、先週始まったとこだからわざわざ、え、そうなんや、なんだ嬉しい。今週からじゃあ録画してみよう。こんばんは、こんばんは。いつでも好きな話数を見れるのが嬉しい。違うやつは見れないんですか。牛年だから牛柄そうだやん。かわよいでしょ。ティラカーカー、小槌ありがとう。小槌さん、小槌、小槌、ねずっちです。ST の番組、そうよね。ST の番組はだいたい瀬戸内でしかやってないからね。見れないですよね、関東とかの方。キャン。こんばんは。こんばんは。毎週1話だから続きフルだけど、あ、そういうことね。一気見。一気見は強いね。そういうことね。確かに一気に見れる。いで。府中伝つこしわりちゃん出てたら不思議に。さすがに出すぎやろ。府中伝。次はいつ呼んでいただけるのでしょうか。明日お話会行くぜ。おお、やった。ディーダカンカンさんありがとう。講師さんも今日はありがとう。嬉しい。うん、小怒り、そうなん。兵庫県 S 中電放送しない。そうなんですか。最初の頃サンテレビ、兵庫瀬戸内の見れないんですか。これはやばい。うん、中電はフールで見れるんだ。そう、中電はフールで見れるんですよ今。フール民の方は見れ、スチューデンツは見れますね。体育館で苦いお茶を飲んで、昔の妹テレビに体育館で苦いお茶を飲んでる。え、何のやつだろう、分からん。いつの分だろうか。フールで魅力の里編始まった。そう、魅力の里編が一番何回ね。フルアリスは奇跡的にフルーミンなんで、フルは持ってます。あ、 MX で見れます。そうか、それは見れるんだ。あれ、まだ配信されてない？これ。え、瀬戸ビンゴも見れるじゃん、これ。瀬戸ビンゴ見れるじゃん、めっちゃ懐かしい。STU で調べたら。瀬戸ビンゴが出てきました。懐かしい。へー、懐かしいでございます。よし、周年ツアーまだ何も、あ、出た、出てきた、出てきた。第103 138 20、あー、この浴衣のところから、浴衣か、この浴衣の分から見れるんだ。アリサが出てるのはもう2つ配信されたんかな。え、
痛いわよ。そうやね、2つ配信されてる、見てください。瀬戸ビンゴのアリさん、確かに瀬戸ビンゴ時代の私はね、すごいね、髪の毛がね長くてね、そうガーにゃー、あすごい髪の毛がここぐらいまであってね、子供なんです、子供だからめっちゃ細くてね、手とか足とかが折れそうで可愛いんですよ、純粋な感じの頃で。そう瀬戸ビンゴらへんの頃は可愛い、まだ中1じゃなかったっけあれ。うん、瀬戸内アイランドに出た時めっちゃ感動しないで、あああれね、英語すごい英語でね言う番組ですよね。景色メインでね、景色伝える番組。うん、ドーナツのやめてー、ストビンゴの頃は確かに子供でしたね。今年の目標とか聞いたり、初めてだから、そっか、今年の目標は素直に生きることです。書き初め、今年の書き初めでは書いたんですけどね、そう、何でも素直にね、素直な気持ちでいれば何でも成功するんじゃないかと思っています。そう、スタッフさんにもメンバーのみんなにもあんな方にも家族にも素直な心で素直な女の子でいたいと思います。そしたらね、そうみんな怒ることもなくハッピーで過ごせるんではないでしょうか。わちゃ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 ね、ママに叱られることもなく平和に暮らせるんではないでしょうか。そうだと反抗期だから負けるのもちろん。もちろんそのマネージャーさんには打倒反抗期っていう目標を掲げられましたので、その目標はにはを簡単に叶えさせるわけにはいきません。さらに燃えてきました。手強い強敵として戦っていきたいと思います、これからも。キャー、うん、ずっと応援していきます。嬉しい、周東さん完璧に覚えました、ありがとうございます。周東さんこれからよろしく。よかったお話し会とかもあるのでね、ぜひ参加して始めましてしたいな。こんばんは。チャラーニとは仲いいっていうか、もう8個も離れとるからね、あんまり喋らないですけど。あんまり喋らないですけど、でも全然仲悪くはないやろ。まあうんって感じです。まあうん、8校も離れて小学校も一緒になることないし、そう学年で同じね学校に通う時期とかもないし、 2,3 個離れとったらね、小学校で3年間か5年間ぐらいさ、4年間3年間ぐらい同じ小学校に通うとかあるやん、兄弟で。でも8校離れてる時はもうね、そんなこともなかったし。そう、うん、だから全然そうですね、全然そんなやばい喧嘩とかもしたことはないね、あんまりもうお互いに興味がないね、てか。一番悲しいやつよ。そう今はもう家にもいないのでね、東京にいるので、
そう、たまに帰ってくるときにご飯に行くって感じなんですけど、でもプレゼントとかはくれるしね、タンプレクリプレ頼んだらくれるし、うん、良い兄でなんなんではないでしょうか。覚えてもらえるときはなんでよ、嬉しい、こちらこそありがとうございます。え、お年玉それな、お年玉、おとととととととお年玉、はい。でもなんかソラハとかのね、あの兄弟関係すごいなって思った。そう、この前ね、コウコちゃんと一緒にソラハと3人でお出かけ行った時に、そう、お兄ちゃんへのタンプレを探してたんですよ。あ、クリプレか、クリスマスプレゼント、お兄ちゃんへ渡すクリスマスプレゼントを選んでたんですよ。それにびっくりした。普通はさ、上からもらうやん。普通上からもらうじゃないですか、クリスマスプレゼントないみたいな感じでさ言うやん。自分から上にさプレゼントをあげるってあんまなくない？私だけ私だけの思考感で、コウコちゃんとも共感したんやけど、コウコちゃんも妹とね、お姉ちゃんがいるじゃん。だから下の妹にはあげるけど上にはあげんって言ってたから、普通そうよね。アリサなんか下はおらんからプレゼントなんかしたことない。そう、しかも8個も離れとるしね、8個離れとるから余計に、そう、プレゼントもらえる立場やん。そう、1個なんですよ、ソラハとソラハのお兄ちゃん1個しか離れてないのに1個上のお兄ちゃんにプレゼントあげるってすごくない？1個しか違うのよ。びっくりしたもん。なんていう、なんという兄弟と思って。そうね、アリサだったらもう1個下に妹がおったとしても1個だけしか離れてなかったらあげないよ。あげない、1個だよ。365日しかね、生きてる年数が違わないのに、そんなね、そんな貢ぐことある？兄弟に普通はないやろ。そう、お兄ちゃんからクリプレをもらったら返すんやって、ちゃんと。そんなことしようと思ったことがない。クリスマスプレゼントとかタンプレをもらってから返してあげようと思った、そういう思考になったことがないな。すごい。アリサに送ったプレゼント多分届いてない。なんだ、何送ってくれたんですか、楽しみだ。可愛い牛がいたよ、牛、私のこと。私のこと、成人の日に20歳になった。おー、千夏ちゃん、今日ですか、おめでとう、20歳、成人の日ですね、今日は。みんなの振り袖の写真とか見ました、ツイッターとかで、他のグループさんとか HKT さんとかの振り袖とか見ましたね。そう、お綺麗でしたわ。やばいね、20歳になっても絶対大人になったって感じんやろ、絶対。絶対大人になった感ないよね。23ぐらい、23、4になったら出てくるんじゃない、大人になったわってから。20歳ってまだ子供やろ絶対。妹言ったら多分ロリチョビの100倍可愛がる。絶対嘘よ。絶対そんなことないから、ちっちゃい時はね、そう、そらまあそうかもしれんけど、小学生ぐらいになって生意気になってきたら絶対そんなことにはならんと。そんなことないでよ、おめでとう。
とうございます。お話し会はそう、ズームじゃなくてな、それ用のアプリがあって、専用の、それでできます、参加できます。おきとにマジ年齢でありさも知らないのに、おきぽん、おきぽん、二十歳のありさん。いやでもねえ、やばいよ、今年17になる年やからあと3年後やん、やばくね。え、でもあの噂によるとよ、噂によるとありさならのこの2004年生まれ組、2004年組から18歳で成人なんですよ。そう、法律が変わるんか何だったかはちょっと忘れたんですけど、そう18歳がで成人になって、でもお酒とかは20歳からみたいなそう、一応成人するけどまだ乾杯はできないよっていう世代になるんですよ、なるっていう噂。ほんまにそうなんか分からんけど、そうなったらでも来年ってことやで。いや、え思考がついていけんよね18歳で成人やったら来年やで、やばくね。ゆうくんバラありがとう、ありがとう、ありがとう、おおお、うーん、いくつだって大人になった感じ気がしない。お、いいね、でもそう若いっていう証拠じゃないですか。来年18って今年17ですよ、やばいね。今年17っていうの方が衝撃よ。花のセブンティーン、花のセブンティーンでもこれってさ、思うんやけどさ、なんかちっちゃい時からしたら高校生ってすごい大人だったやん。そう、もうね、ちっちゃい、もうめっちゃちっちゃい時から見た小学6年生ってすごい大人に見えるし、そう小学生の頃から見た中学3年生とかもすごい大人に見えるし、そうでね、でも中学生の頃から見たもう高校生とかもすごい大人に見えるのにさ、いざなってみたら全然大人じゃないよね全くもってどこも大人じゃないことにびっくり。そう、なんだあの時はあんなに大人だなって思っとったんやろうって感じ。全然大人じゃねえわ、全く全く大人じゃない。だから多分今二十歳の方を見たら大人だなって思うけど、多分なってみたら絶対大人じゃないミシェルボーイさん、小槌ありがとう。うん、分かる、分かるよね、全然。なんでやろ、絶対ありさ成人になっても大人じゃない松岡花さんとかもね、去年成人で、そうびっくりしたもん、ええー、ってなそうびっくりされるよね絶対。松岡花さんとか、ゆかさんが今年だっけ、ゆかさん今年成人20歳、びっくりびっくりびっくり大人になっても大人な気がしないって、そうなんや。浜辺美波さんも20歳、え、それな、20歳か。浜辺美波さんはもうちょっと大人に見える23とか24とか、そう、もうちょっと大人に見えるくない？わかーってならん。あ、エレタンさんもそっか、今年だ。こんばんは。ふーちゃん確かに、ふーちゃん、でもどうだろうね、ふーちゃんはでも年相応な気がするそう、ふーちゃんはでも18歳ですって言われたら18歳にも見えるし、20歳ですって言われたら20歳にも見えるけど、24歳ですって言われたらそれには見えんかもしれない
かる。そう、ふーちゃん10、18、19、17って言われても分かるけど、二十歳も年相応で、二十歳って言われても多分分かるけど、それ以上24ですとか言われたら分からん。こんばんは。まなちゃんと福くん同じ、そうだよ、黄金世代の方々と同い年なんですよ。私すごいでしょ、アリサと同い年の子役さんすごい豪華よ、めっちゃおるし、いっぱい。そう、まなちゃん世代の福くんとか谷かのんちゃんとか鈴木梨央ちゃん、ポカリの CM の鈴木梨央ちゃんとかもみんな同い年、やばい。こんばんは。まるまるもりもりの時も同い年、同い年やって、本田美優ちゃんも同い年、すごいですよ、すごい豪華な子役さんたちの世代と同い年です。うん、葵ちゃん、あね、葵ちゃんはもっと大人に見えるよね、わかる。うんうん、ふーちゃんと同い年やりたらびっくりするよね。ツインテールしないですか。ツインテール、ツインテールもするときありますよ、たまにね、気分が乗ったら。気分が乗ったらツインテールもしますね。はじめまして、ほんとはじめましての方いっぱい、嬉しい。ポメニラザニア、ラザニアって麺類さん、ありがとう。SD48 の広島県出身、ありちゃんこと三好ありさです。よかったら右上のハートをポチッとしてルームフォローお願いします。声が遅れてる、あららあらら。か乗った、話しちゃった、いくよ、ありがとう。せいじさんこんばんは、やっほん。治ったかな、訪れしてた、道にありありって言われたら、ありさまの乗客。ああそうじゃろ。そうじゃろね、みちゅちゅに言われたの。アリサ推しだってことは間違ってない、さすがだみちゅ。13歳だったアリちゃんのスピーチよかった。何喋ってた、アオイちゃんスーツの写真載せて可愛かった、スーツ姿アリサ。いや、アリサのスーツとかもうやばいよ、コスプレどころか。なんか小学生がお遊びできたんかってぐらいな感じにしかならん。全然かっちりかっこよくはならんよ。フォローしました、よろしくね、ありがとう。周東さん嬉しい、小春王国さんハート。そう、今日黒だからね、黒やから白飛びしてますね。幼稚園児なんだと、幼稚園児なんか違和感だらけだわ。違和感ありあり。ピンとこらピンパンピン。ペ。無音くしゃみ。必殺無音くしゃみ。アイカブで来た、来てた来てた来てた。牛さんツイッターで見たよ、やった、ありがとうございます。保育園だったもん、そういう問題。確かに幼稚園には通ってなかった、保育園だったわ。あゆみ、あゆみね、確かにあゆみは、でも見た目だけだよ、あゆみは。あゆみ見た目はすごい大人だったね、確かに確かに、見た目はすっごい大人だったけど、喋ったらダメだ、ダメだこりゃって感じ。
喋ったらもう幼稚園児ぐらい。ダイナソー音符ありがとう。そう喋ってあの打ち解けて仲良くなったらもうやばいですよあの人は。あの人もやばいですよ本当に。もう暴れまくってから。そうだってもう一番衝撃的やったんは、そうアリサ早く隣来てって言ってから、多分遠くにめっちゃ遠く行っとったんですよ、バスでみんなで。そうバスで、だからバスで2時間ぐらいの移動みたいな時に隣来てって言われて隣行ったんですけど、それでかわやーってか寝てたらね、起きたらね、寝て起きたらあゆみが上で2人分席使ったって、アリサは下に落ちてたんですよ。下の足置き場のところに落ちてたんですよアリサが。それでかわーって寝てた。あれはマジびっくりして、落としたよ絶対、アリサのこと絶対落とした。ひどい、もうおこ激おこまん。そうあゆみが2つ使ってこうやって寝とってからね、アリサは下のところで寝てた。でも落とされてもドーンって落とされても気づかずに寝とるアリサもすごいけどね。落とされて起きんかった。そう広島にもう着くまで、到着地に着くまで起きんかった。そうそれで起きて、えなんで下おるってなって、なんでやねーってなった気がする。ごめんごめんってか、それはマジでおもろかった。そんなことあるって思うけどね、アリサもあったんですよ、あったんでしょうね、そんなことが。そんなことがあったんでしょう。あやめそう、マリナとね福岡にね行って、あゆみのところに行こうっていうね約束をしてるんですけどね、そう行けなくなっちゃったよね福岡にも。そう普通に何もなかったらね、もうあゆみのところに遊びに行って福岡観光してたと思うんですけど、行きたいよねあゆみちゃん。うん、こんばんは、こんばんは。アリサがやばかったんかなその時。でその時はアリサもあゆみも子供やったな、めっちゃめっちゃ子供すぎてたと思う。そういえば、この鬼滅のフィギュアを組み立てよっかな。そうこれはまだあそこに置いたままにしてたんですけど、これを組み立ててみようかな。お話がいっぱい来よ。お、磯六さんありがとうございます、嬉しい。あここにちっちゃいフィギュアをもらったんですよ、じゃん。これを早速組み立てていきたいな。どうやってやるんやろう。とりあえず開けて生首タイム、生首。いやこれは絶対に普通に切った方が早いよね。切ります。あ、さえ様の写真集とポスター飾らせていただいてます。切って
どうやるんじゃろ、体と顔と土台みたいなやつと剣は入っとるけど、刀ちっちゃー、かわいい。見て、こんなミニミニサイズになりました。これで水の呼吸一の糧できるとは思えん。じゃん。よし、どうやってやるんやろこれ。わからん、わからんすぎ。説明書読んでくださいって感じですよね。ひなちゃん推しだったですか、周東さん。嬉しい、アリスちゃんに興味湧いてきて。本当ですか、ありがとうございます。もうバレてピオちゃんに怒られないように気をつけてね。アリピオ推しでもいいんだよ。アリピオ、アリピオ、ピヨピヨ、ピヨコちゃん。え、これ絶対どうやってやる、全くわからん。全くわからん。これむずいで。すごい、ちゃんと義勇さんの形になっとる。あ、ちゃんとこうやって剣持てるようになったんや。こんな持ち方なんかな、でも。あ、手が上げれるんだ。すごい怖い。ふっ、まっすぐ、まっすぐ上げ、持っとる。まあ、顔はこうでしょ。顔はこうだとして、あ、これ後ろ向きに持たせるんかな、この剣。うん、よっ、キャー、これ剣後ろ向きに持たせるんじゃねえか、違うか。富岡義勇さんです。義勇さん、義勇さんってどうなん、義勇さん推しの方いますか。え、これ合ってる、ちょ、組み立て方教えてよー、みんな。説明書を持ってきてない気がするんだよね、私ったら。説明書がないんですよ、マジか。これとこれ合体するにしても合体できそうなところがないんですけど。どういうあれなんでしょうか、これは。ここにこうはめるのか。違うよね。読むや読むや。富岡義勇ちゃんはね、やばいやばいやばい、トレンクだった。見て、この土台になんかこれ足くっつけるかと思ってやったけど、トレンクだった。いやー、よっ、ああ、ダメだ。だな、多分この足をここに取り付けるのか。足を取り付けて、あ、普通にこうじゃん。これは何、この部品は何だ。見て、こっちは立ったよ、義勇さん。この部品は何だろう、わかんないや。なんか一個余ったよ、部品が。この剣がなんか不自然、見て。めっちゃ怖い。下向きに持っとる。バリ怖いやん、義勇さん。どう？でもなんとなく合ってる気がする。ああ、やばいやばいやばい。じゃーん、剣の持ち方が違うかな。
どう？でもこう前に持っても変でしょ。牛さん推しじゃないです、私は。そう、牛さんもいただいた、今組み立ててます。牛さんはね、マネネも推してないって言ってた。牛さんはね、ボサボサ頭って言ってた。あれ、ちゃんと髪の毛切った方がいいよとか言ってたんですよ。この後ろで結んでるじゃないですか、牛さんって。髪長くてふさふさで、あれ絶対髪の毛切った方がいいと思うよねとか言ってた。おもろすぎん。完成しました、多分ギウさんです。ミニミニギウさん、手が切れるし、嬉しい。まあ、アマムさん合ってる、広島県出身です。嬉しい、広島県一緒だ。いや、よかったらね、広島であるイベントとか船とかもあるのでね、ぜひ来てください。見に来てほしいな。次にねずこちゃん行きます。ねずこ、ふん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 、ふむふむ。ねずこちゃんかわいい。ねずこだ、ねずこだ、ねずこだ、じゃん。絶対これ全部一個部品余りそうなんやけど。あったんかな。どうやってこれをつけるんやろか。ねずこ、ねずこです。これは何なんやろ、分からん。謎の部品が1個ずつ入ってる。あ、ん？いや違うか。この下半身っぽい部、何？あれのこれが1個ずつ余る。絶対これもどっかにつけるんだよね。ギウさんとねずこちゃんが完成。絶対どっかに使うはずだけど、使い方がわからん。次、伊之助くんいきます。伊之助、伊之助様、お、刀が2本あるんかな。え、刀1本しかないじゃん、伊之助。え、二刀流なのに。余ったらあかん。でもまあ形になってりゃいいや。ちょっとつまわしん。見て。今びっくりした。え？と思って見て、こうやったらね、まあ伊之助なんですけど、さっき間違えてこうつけたんですよ。裸。何も柄がなくてびっくりした。裸やんと思って。よしよし、説明書説明書はね、なくても生きていける。ノリで作れるよ、こういうのは。ノリで作っていくタイプです。いやー、よし、ハマったぞ。伊之助の刀、刀が1本しか入ってない。伊之助、よし、伊之助ちゃん刀つけます。刀の持たせ方がわからんな、これ。刀
そんなの持たせ方がちょっと難しい。はい、完成。イノスケちゃんです。イノスケ、イノスケもう一パターンあるんよ。こっちのイノシシの顔バージョンのイノスケもあります。でもイノスケどっちにも一本しかない、刀が。おかしいな。ねえ、二本じゃない。でもこの前、前にもらった方のイノスケちゃんはちゃんと2本持ってるんだ、刀を。かっこよくない、このポーズ。これには1本しか入ってないわ。やばいやばい、善逸が刀を落とした善逸が刀をつけなければ。よし、着いた。じゃあ、イノスケを組み立てます。刺すとこは2箇所。そう、多分これ2本使えってことなんかな。これとこれ合わせて2本だよっていうことなんかな。違う？これをこう持たせたらイノスケになる。ちゃんとじゃん、2本持ってますこうやったらイノスケになるけど、そしたらこっちのイノシシの顔の方のイノスケは1本もないってことになる全員それな、刀を持たずに。よいしょ、イノスケ殿。ブタスケそれな、ほうこちゃん。やばい、ブタスケと炭治郎は伝次郎って言うしいや全然もう覚えてないんだから名前を。イノスケごめんよ。イノスケの声がガラガラになったシーンが好きです。ごめんねかわいい。できた。よし、そして、お、噂をすれば善逸がいました。善逸組み立てます。善逸かわいいよね。ごめんね、僕弱ってが好き。よし、善逸くん、善逸マン、善逸マン、善逸なんて言うんだった、善逸みたいな、善逸だった気がする。ちゃったっけな、善逸って言った気がする。もうプロってきました。プロ並みの手つきでフィギュアを完成させてるアリサどの呼吸が好きそうだね、アリサの推しメンはあれなんですよ、あれです、あれ天元様、天元様、音柱の派手な方です。天元様が推しです。善逸完成。善逸善逸、そして主人公がいないですね。主人公いました。主人公炭治郎組み立てます。炭治郎、善逸とか禰豆子にする人、それはすごい影響力だ。凪とかが多いらしいよ、
義勇さんの技になぎってあるじゃないですか。そう、それでなぎさくんとか、それを名前に入れてとかは聞いたことあったけど、善逸とか根塚そのまま使うのはびっくりだね。炭治郎、マネネは炭治郎くんっていうよ。炭治郎、炭治郎のこと炭治郎くんっていう。土台に乗せて刀を持って完成。炭治郎完成しました。よし、フィギュア完成。説明書がないの失敗したな。多分どっか違う袋に入ってるんかな。炭治郎くん、よし、これで一応完成しました。炭治郎いなす、ああ転がってった。炭治郎いなすけと人間の顔、あれ間違えた、人間の顔バージョンいなすけと善逸禰豆子、そしてなぜか柱だけ義勇さん義勇さん、こんな感じ。フィギュアをいただいたのを組み立ててみました。かわいい、みんな並んだらちっちゃくてかわいい。ちっちゃちっちゃくてかわいいです。炭治郎くんも全部パーツが余った。そしたら次は禰豆子ちゃんのでっかいバージョンをもらいました。約束のネバーランド、そうセカンドシーズン始まったんやって。すごい、禰豆子ちゃんが入ってる。あ、簡単だ。禰豆子ちゃん土台に刺すだけだ。これちゃん超簡単だ。この土台に刺すだけだ。完成かわいい、美人さんだね。禰豆子ちゃんです。禰豆子ちゃん完成。じゃじゃん。禰豆子もね、もらってたんですけど、禰豆子ちゃんだけなんか違うね、種類のあれだったんですよ。この戦ってるかっこいい時の禰豆子ちゃんもらってたから、こっちのおしとやかな方の禰豆子ちゃんもらった。なんかすごいね、アニメオタクみたいになっとるね。フィギュアをもらうだけですごい、フィギュア集めてこう飾るだけで一気にアニメオタクみたいになるんですね本当にアニメとかマジでハマったことないからさ、初めて鬼滅の刃にハマったよ、時代に乗っかってそう、そしたらね、皆さんからグッズでプレゼントでね、グッズのフィギュアとかをもらって、すごい驚いてる。一気にアニメオタクみたいになってる笑った。鬼滅の刃、約束のネバーランド展リポーターラストシーンで泣いてた。確かに泣けるよ。鬼滅の刃の本をもらったんだってね。本は飾っておきます。時間あるときにゆっくり読みたいと思います。
約束のネバーランドもでもハマってるよ。約束のネバーランドと鬼滅の刃で初めてアニメを拝見しましたそれまでは絶対実写化のやつじゃないと、もう人がやってるドラマか映画じゃないと見に行かなかったんですけど、びっくりだぜ、アニメにハマったなんて。国民的アニメしか知らんかった、ドラえもんとかしんちゃんサザエさんとか国民的アニメしか知らんかったんやけど、びっくり。よし、ゆくねばーねばねばーねばーらん。これは何なんでしょうか。セット内容フィギュア、どういうこと？炭治郎、背負い箱一、ちびねずこ一体、なんじゃこりゃ。これ何かが入っとるってことかな。何かこの中からどれかが入ってますってこと？フィギュア、これもフィギュアなんですか。さあ誰だ、出てこい。え、開かない、頑丈に ついてる、頑丈にテープでくるまれてた。うまるちゃん、なんじゃそりゃ、わからん。じゃあよし、23巻のこの下についてた箱が気になる。開けます、開封。キャー、おーすごい、かわいい。4人がお出迎えしてくれました4人がお出迎え。中にはあ、これのどれかが入ってるってこと？誰かしら。え、みんな入ってるの？やば、何体持ってるんだ私はフィギュアだらけになる、すごい、びっくり、かっこいい。ちょっとこれも組み立てたいと思いますフルコンプだよ、まさかの、すごっ、超絶に驚いてる。絶対一人だけかと思った、どれかお楽しみで出てくるんかと思ったら全部入ってた、びっくりだぜ。伊之助どうしよう、顔が2個ある顔が2個あるんだが、イケメンの方にしとこう、イノシシじゃない方の。え、どうやって刺すん。よし、かわいい顔が女の子みたい。伊之助です、伊之助、豪華セットやん、それな、欲しくても手に入らんや。あ、やばい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 、どっか行った、体が体が飛んでった。あった、よよし、これを一旦つけて、次、善逸、すごっ、なんか黄色のやつに包まれてる。よし、女の子じゃなくて、いらっしゃそう、男の子だよ、女の子みたいな顔の。え、善逸も顔が2個あるんだけど、なんで？すごい、どういうことだ？え？何が違うのかがよくわからないけど善逸も顔が2種類ある、かわいい、かわいいな。
これ刺すの難しい。よし、刺さってるのかな。できました、善逸くん。ね、ほぼ同じ顔に見える。アリサにもほぼ同じ顔に見える。ねずっこだ、ねずっこ。すごい、ちっちゃいねずこが入ってる。豪華セットすぎんか、これは。豪華セットすぎるんだけど。オンラインお話かありがとうございましたと、桑田くんから電話。おお、ありがとうございました。またいっぱい話そうな。よし、ねずこちゃん、ちっちゃいねずこちゃんねずこちゃんとちっちゃいねずこちゃんがいる。かわいすぎん。炭治郎くん、炭治郎も顔が2個ある。なんで顔が2個あるの、どういう違いだろう。すごいよ、箱も入ってるよ、炭治郎。わあ、すごい、この炭治郎は箱持ってないけど、箱がついてます、ここに。かわいい。これどうやってでも箱を閉じるんじゃろう。どうするんや、これを入れるのか、ねずこちゃん。かわいい、愛おしいちっちゃいねずこちゃんをこの中に入れて扉を閉めるんだな。愛おしさの極みすぎてかわいすぎる。どうやってこの扉閉めるんや。扉の閉め方むずいな。細かい作業が苦手でしてねそう、この、この箱の閉め方がわからない。いや、締め方がわからんすぎるな、これは。これはもう後回しな。箱が閉まりません。あ、確かにいっぱい来よう、嬉しい。みんな来てね。後回しで。炭治郎も顔が2個ある。サイモンさん、ハートありがとう。炭治郎も顔一緒やん、見て。何が違うかよう分からん。傷が違うわ、顔の表情ばっかり見よった。顔の傷が違う、ほら見て。え、なんでこんな変わったっけ。傷何の違いだ。髪の毛の違う。なあ、じゃじゃん、髪の毛の色も少しよ。確かに言われてみれば、すごっ、これが最初の炭治郎か、で傷ができた炭治郎か、これが。え、どっちだっけ、ちょっとわかんねえや偽鬼滅ファンかもしれない。にわか、やばいやばい。ねずこちゃん、ねずこちゃん、ちっちゃいねずこちゃん、なくなりそう。よいしょ。で、これを多分こう背負わせるんですよ、ここに。え、すごい、ちゃんと背負うんですけど、かっこいい、炭治郎。素敵な兄弟愛。しみますね。あ、扉が閉まってないから、ねずこちゃんが出てった。すごくない？これはちょっと激アツですわ。
炭治郎がリュック背負ってその中にちっちゃい禰豆子が入ってかわいいわ。でもこの扉が閉まんないからじゃん、ちょっと残念、かわいすぎる。あ、すごい。でここにみんなが立つ土台と剣が、え、すごいかっこいい。こう並んでたらかっこいいな。刀が1本ずつ入ってます。かっこいいな。これで持たせるのかみんなに。これはちょっと上がるねリュックかわいい。それな、フィギュア作り。スライドして、いやでもここパチッとこうつける系なんですよ。こうここにはめないとね、こう閉まらない系なんですけど、はまらないっすね。はめるところがわかんないな、まず。こんばんは。日輪と刀が届きました。え、待って、どの刀かわからないこれが善逸か。黄色が善逸だよね。善逸か、こっちの手か。これは難しいね、このフィギュア組み立てるの。手に全然持ってくれないよ。あ、こっちだな。じゃん、刀持ってくれました。後ろ側に持たせるんかな。ちょっと待ってよ。前側だ、前側に持たせとる。こうだ、鬼滅ラインそんなマニアじゃないかもしれん。いざこう見るとわからんわ。今何分だ、やばい、もう50分だ。早いな。むず、このステージに立たせるのむずすぎる。足の位置は合ってなくない？これ。まあわけわかんないですけど。待ってー。この足の、ああ頭取れた。これは難しい戦いですね。え、これ足が合ってないんですけどねえ普通こんなとこで苦戦せんやろ。位置がずれ通りすぎてさ、入らない、足に。こっちか。大きさが違うのか、穴の。なわけないよね。ちっちゃい方。あ、できたわあ、できた、できたわ。ビビった、普通にできたわ。頭がすぐ落ちそう。じゃん、善逸完成。善逸はマジで一緒だよ、これ顔。アイラインの太さかな。アイラインの太さが違うかも。善逸は。
かわいい。あーこれだな、煉獄さんのこのツバがついてる、炎の煉獄さんのツバがついてるやつが炭治郎くんだな。炭治郎、炭治郎に私なよ。はい完成。かわいい。アイラインの太さがなんか若干違うような気がする。善逸足のあれが違うんですね、この形の形が。反対だったら入らないんだ、こうだ。すごい、そういうことねって感じです。これは誰だ、え、え、え、炭治郎剣2個ある、炭治郎剣2本あるんだけど、日輪中。え、すごい、そういうことか。見て、この多分これは煉獄さんのからもら唾をもらってから戦いに行くシーンあるじゃん、もう無惨様と戦うシーンはこの刀だけど、多分煉獄さんと出会うまではこれを使ってたよ、日輪と黒の。この煉獄さんの分がついてない、そこまで再現されてる、これすごい、すごい。ここに煉獄さんの炎のやつがついてるやん。これはね、煉獄さんにもらったやつなんですよ、炭治郎が。すごい、そこまでの再現の高さ、すごい。そういうことだわ。でもこれ絶対なくなるから、もうちゃんと入れとかないとね、ちゃんと入れておかないと絶対なくなるんだけど、こんなちっちゃいちっこいんこんなちっこいん絶対なくなるやん、びっくり、怖いぜ。よし、こんな感じでフィギュア作りは終わりですいっぱいフィギュアが増えた、すごい嬉しい。フィギュアだらけで、すごいアニメオタクみたいな後ろになるかも、いつか全部飾ってそう、よしよし、オッケー、立派なアニメそれな、立派なアニメオタクですわ。バンジュルさん、ハートありがとう。お寺さん、こんばんは、ありがとうございます。ではキャッチフレーズをいきたいと思います。そろそろ、え、これさ、え、え、ガチめにさ、どこ行った、え、アリさんのさキャッチフレーズのね、紙がないんですよ、行方不明になった。まあ一個割れなくても。それではキャッチフレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリー、アリー、アリサゴ出荷。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんこと峰吉アリサです、よろしくお願いします。あのボロボロのキャッチフレーズ用紙がね、なくなったんですけど、誰か知りませんえ、そうでしょ。ではギフトを読まさせていただきます。パンジェラさん、サイモンさんダイナソー、チャコキッちゃん、コハルン王国さん、ミシェルボーイさん、ユウくん、ティーダカンカン、クリちゃん、ソーマさん、フーさん、サイモンさん、ゆうくん、そういちろうさん、かあさん、なみさん、なおやくん、ゆういちろうさん、そういちろうさん、ふうさん、まっぴんのっぴーさん、からこんやろう、にしかみかささん、スランプくん、にしかみかささん、てっちゃん、ひとりごとさん、ギフトありがとうございます。ではランキングいきます。13位、みどりうまさん、あってる、みどりま、
緑馬さん12位風さん、11位ひげのまささん、10位かんちゃん、9位てっちゃん、8位母さん、7位秀次郎さん、6位有望さん、5位バンジュラモンスターさん、4位ひとりごとさん、3位総一郎さん、2位サイモンさん、1位はじゃーん、やすべさんです。ありがとうございます。ビッキーさん、かわいい、ありがとう。よし、では今日も見てくださってありがとうございます。今日お話し会ね、来てくださった方もありがとうございました。明日も平日ですけども、お話し会があるので、そう、明日も撮ったよっていう方はよろしくお願いいたします夕方の時間ですけど、お待ちしております。それではまた明日頑張りましょう。明日も、明日からか、3連休だったから、明日からも頑張ろう。ではまた明日、ありがとうございました。おやすみね、おし、バイバイ。このフィギュアたちはじっくりと完成させておきます今からのんびりじっくりと。よ、ありがとうございました。バイバーイ。バイチャラポン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 。いのすけくん、バイバーイ。ワンジャラさん、ハートありがとう。また明日、おやすみね、おしバイバーイ。また明日お会いしましょう。バイバイ。